はいどうも、一般人工作室の麦茶です。前回の動画でクリアリティ最新 3D プリンター CR10 スマートプロを開封しました。今回の動画ではスペックの紹介とセットアップ 3D プリントをしていきます。主な仕様はこんな感じ。印刷サイズがめちゃめちゃでかいです。しかもノズルが300度まで加熱できるので市販のフィラメントならほとんど使えますね。ただ収縮が大きい PA や ABS を使う場合はエンクロージャーにする必要があるかと思います。ノズルはメッキ加工がされているため通常の真鍮に比べたら摩耗しにくいんですけど、カーボンファイバー系を使う場合は高加工やルビーノズルが良さそうです。本体サイズは奥行きが 522mm なんですけど、配線のことを考えると設置場所は 750mm 程度必要です。スライサーは専用ソフトがあるんですけど G コードを読めるので他のスライサーでも設定すれば使えます。後付けの水冷ユニットは印刷性能が上がるというより部品の寿命が長くなるそうです。エンクロージャーにした時はヒートブレイク性能が下がるので水冷オプションを買うのがいいかもしれません。スマホやタブレットから印刷や本体操作、カメラを確認して停止もできるみたいです。レベリングセンサーを使用して自動的にメッシュベッドレベリングもできます。それでは機構を細かく見ていきましょう。 XY 軸はタイミングベルト駆動、ベルトのテンション調整は赤いつまみを回して簡単にできます。 Z 軸は滑りネジ、左右のステッピングモーターの動機が取れるようタイミングベルトでつながっています。 XYZ 軸のスライド部にはローラーが使われています。ローラーはベアリングがポムに覆われた構造でポム部分が削れるのでローラーは消耗品です。また XY 軸のリミットセンサーは物理スイッチです。ヘッドはこんな感じ。モジュール化されているためメンテナンスがとてもしやすい印象です。ヒートブレーク冷却用、モデル冷却用の2つのファンがあります。左側にはレベリングセンサーがあります。このセンサーを使って自動的にベッドの距離を測ります。フィラメントは上部にセットし下に検出センサーがあります。フィラメントが切れた際に自動で印刷を止めて交換後に印刷の再開ができます。検出機能は本体画面からオフにもできます。磁気式の軟性プラットフォーム、表面は PEI パウダーコートでかなり耐久性があります。奥の突起に合わせることでつける時の位置合わせがとても簡単です。ベッドの下には4個のレベリングナットがあります。レベリングセンサーを使ったオートレベリングで微調整をして大きくずれた時はレベリングナットで調整できます。ガントリーフレームとベースの補強のためにトラスが2本入っています。前側にタッチパネルと SD カードスロット、右側に電源スイッチ、LANポートなどがあります。背面に電源ポートと主電源スイッチがあります。それではセットアップをしていきます。画面はこんな感じ。タッチすると音が鳴りますね。セッティングに、言語設定がありますね。日本語はなさそうかな。多分英語が一番わかりやすいと思います。とりあえず本体がちゃんと動くか確認しますか。ここかな。あ、これだね。じゃあまずは Y 軸が動くかな。わかるかな。こんな感じに動いてますね。反対側も、ほんで X 方向。うん。大丈夫そう。で、Z。大丈夫そうだね。それでは、ホームポジションに戻ってみましょう。音は結構静かっすね。ステッピングモーターの駆動音は、ほとんど気にならないレベルだと思います。ただちょっとファンの音がうるさいかな。電源ファンかな。これは電源ファンかメインボードを冷却してるファンの音がちょっとうるさい。
まあでもこんぐらいのプリンターだったらまあこんなもんじゃねみたいな音量ではありますね。じゃあ次に印刷前の調整をしていきますか。まずはセッティングかな。レベルのまあ2種類やり方があって、こっちが手動で調整するやつで、下がオートレベリング、メッシュベッドレベリングで、まあ、何点やるのかなこいつは、何点か自動的に測って調整する、この2種類があります。まあ、買って開けてすぐなんで、とりあえず手動で調整して、ほんでオートレベリングしようかな。じゃあまずは基本的には一旦この1っていう場所、この真ん中の場所で間に紙を挟んで調整すればいいみたいなんですけど、どうだろう、なんかレベリングナットずれてる気がするから、一旦レベリングナットで水平物理的に調整した方がいいかな。取説を見るとこの 2,3,4,5,1 の順番で紙を挟んでやれって書いてありますね。じゃあまずは、2番に移動しましょう。この2を押します。でさっき画面上では2を押したんですけど、一番最初は1の1に移動して止まりますね。もう一回2を押します。そうしましたらこの付属のレベリングのシートを使って調整していきます。この紙をプラットフォームとノズルの間に差し込んで、この下のレベリングナットを紙の向きを参考に回していきます。で、目安なんですけど、なんて言えばいいのかな。まあ、紙をちょっとずつ動かして、レベリングナットを回して、ノズルと紙が当たったぐらい、まあ、若干なんか擦れて抵抗が増えたなぐらいの場所で調整します。紙が完全に動かないぐらいに調整してしまうと、ノズルが近すぎる状態で印刷が始まっちゃうんで、印刷するときに、まあ、ずっとビルド面をノズルが擦ってる状態になるんで、まあ、機構が壊れてしまったり、そもそも樹脂が出なくて印刷ができなかったりみたいなことが起こるので、まあ紙は動くぐらいに調整した方がいいと思います。でこの紙なんですけど、やっぱどうしてもこういう風に擦ってると、まあ削れてしまったり破けちゃったりするんで、まあ、長期的に使いたい場合は、まあ金属の板とか薄い板があればそういうのを使った方がいいのかなと思います。でもちろんコピー用紙とかでも全然大丈夫です。じゃあまあいい感じの距離に調整ができたんで、次にこの3番に移動します。じゃあ移動したら同じように紙を挟んで、まあいい感じの位置になるようにレベリングのナットを調整します。でここにもレベリングナットが下にあるんで、そいつを回していきます。ほんでこんな感じでレベリングナット4つの調整ができました。これが終わったので、このベッドの水平が取れました。ただ水平を取っただけなんで、ノズルとこのシートの距離の調整ができてません。なのでいわゆる Z 軸のキャリブレーションっていう距離の調整をやっていきます。でやるときなんですけど、このプリンターだとこの1番を押せば、真ん中にノズルが移動してくれます。でもし印刷してて、まあ、水平はいいんだけど Z 方向だけ調整したいなっていうときは、2,3,4,5 をやらずに1だけ移動して調整すれば、 Z 軸の距離の調整だけすればいいと思います。じゃあ1に移動します。ほんで画面を操作して距離を調整していきます。この矢印があるんで、今まあスルスル移動してるんで、この矢印下方向、これを押すとヘッドが下に下がります。逆に近すぎる場合は上を押してください。
ほんであの Z 軸の滑りネジのバックラッシュのことを考えると、上に上げたいときはちょっと多めに上に上げてあげた方がいいと思います。まあより確実にやるんだったら、上に上げるときは、まあ、このネジ Z 軸のネジ1回転分ぐらいは戻してあげた方が確実ですね。で今回はまあ緩いので下方向に下げていきます。でまあレベリングのシートを前後左右に揺らしながら近づけて、まあ、ノズルが擦れる程度に調整していきます。まあ擦れる程度に調整ができました。一応ここの数値なんですけど、この数値毎回同じのを目指すというよりかは、この手の感覚を信じた方がいいと思います。でこの Z 軸のキャリブレーションなんですけど、ノズルを交換した時に、まあ、基本的にはやった方がいいですね。てか、まあ、やらないと多分印刷ができないと思います。近すぎたり遠すぎたりで。一応これで水平出しと Z 軸のキャリブレーション終わったんで、印刷できる状態にはなりました。ただまあこいつメッシュベッドレベリングの機能ついてるんで、そっちもやっていきますかね。画面を下に移動して、このスタートってやつを押すと自動的に調整してくれます。じゃあスタートを押します。はい、メッシュベッドレベリングは終わりました。だいたい4分弱ぐらいですね。合計25点測っていて、1点につき2回調整してるので、だいぶ慎重なメッシュベッドレベリングですね。まあ、簡易版の例えば何点だろうな、9点ぐらいの短めのメッシュベッドレベリングも実装されるといいですね。一応これは定期的に自分でもできますし、印刷前に G コードに入れておけば、印刷前毎回メッシュベッドレベリングを入れるっていうこともできます。でこのメッシュベッドレベリング、接触式のセンサー使ってるんで、この元々の PI の軟性プラットフォームから、例えばガラスのやつに変えたり、別のシートを貼ったやつをここに置いたとしても、印刷前にメッシュベッドレベリングをやりさえすれば、自分で手動でキャリブレーションする必要はないです。めちゃめちゃ便利。磁気式の近接センサーだとそういうことができないんで、まあ、接触式の強みではありますね。それではフィラメントをセットしていきます。ほんでいつもプリンター使うとき、基本的にはこのフィラメントが湿気ないように防湿ケースに入れてるんですけど、まあ、今回は最初っていうことで、マニュアルに書いてある通りのここにフィラメントをかけて印刷していこうと思います。めっちゃスルスルですね。なんだろうこれ、ベアリング入ってんのかな。超スルスル。軟性フィラメントとかも結構安心して使えそう。フィラメントの先端を検出センサーに入れます。こういう風にフィラメントが入ると青く光りますね。でもしフィラメントの先端が曲がってたりとか太ってたりすると入らないんで、その時は先端部分をカットしてあげてください。ほんでここに入れるって感じですね。でこのままだと入らないんで、このレバーを下に下げてあげるとフィラメントをグッと入れれるようになります。ここを下げる感じですね。両手でやった方がいいと思います。それでは画面を操作してノズルを加熱してフィラメントを出していきます。でフィラメントを入れるときは、ここの隣かな、インアウトっていうところに入って、とりあえずノズルを加熱します。今回は PLA を使うので200度から220度ぐらいでいいと思います。まあ基本的にこの温度は使うフィラメントの、まあ、リールに適正温度が書いてあるんで、その上限に合わせておけばいいと思います。でまあ220度にしておきます。で温度が良ければチェックをします。そうすると温度がどんどん上がっていきます。でもし加熱を止めたい場合は、マニュアルっていうところに入って、これかな、このクーリングってやつを押すと
止まってくれます、うん、加熱自体は割と早い部類だと思いますね。ほんで、まあ、ノズルが加熱できたのでエクストルーダーのギアを回してフィラメントを出していきます。このインってやつを押します。でここで長さを指定してその分だけフィラメントが出ていきます。で、まあ、10って打ってみますかね。で、まあ、10って打ってチェックを押します。こんな感じにノズル先端から樹脂が出てきます。ほんで樹脂の種類が同じ場合は、まあ見た目で見た感じ色が切り替わったら、まあ、止めちゃっていいと思います。ただ樹脂の種類を変える場合、例えば PLA から ABS に変えるっていう時は結構長めに出した方がいいと思います。不安な人はその都度ノズル内を清掃するといいと思います。まあ、清掃用のフィラメント使ったりピンツールで清掃するみたいな感じですね。でこの状態で、まあ、どれだけ押し出したかというと、だいたい50ぐらい押し出しました。これで印刷前の準備は終わりました。じゃあ、まあ画面を軽く見ていきますか。でホームボタンはこんな感じ。ノズルとベッドの温度と、これは何だろう、この印刷のスピードとかかな。で Z 軸、なんか停止ボタンと再生ボタンがありますね。でプリントってやつを押すと SD カードが入ってたりすれば、ここに印刷するデータが出てきて選択して印刷ができます。で次に移動すると XYZ 軸、それぞれの軸を手動で動かすモードがあって、ノズルを加熱してフィラメントを押し出したり、アウトを使って取り出す場所で、マニュアルっていう場所で、ほんでここで設定値にノズルを加熱できて、隣でベッドを加熱できます。で PLA と ABS はもともとプリセットがあるので、ここを押すと勝手に設定した数値で加熱されます。で止めたい時はクーリングを押します。でファンコントロールっていうやつでファンを止めたりオンにしたりできます。ほんでセッティングっていう場所で PLA と ABS のさっき押した場所ですね、温度を調整できます。でレベリングの手動とオートレベリングで LED をオンオフ、これはあの本体のスイッチでもできるんですけど、ここから画面上でもオンオフができるみたいです。で電源オフ、ここを押すと電源切りますかって出るんで、イエスを押すと電源が切れます。もちろんあの本体裏側の電源を物理的に切ったり電源を抜いたりしても電源は消せます。音を聞いた感じ物理的なリレーを使ってオフにしてるみたいですね。で隣移動すると、ネットワークと、リセットボタンで、いろいろ細かい調整ができますね。ここら辺のスピードだったりマックススピードをここでいじったりもできます。で自分今まで使ってきたプリンターでない機能なんですけど、画面上でこの PID の調整ができますね。これはビビった、すごいね、こういう調整もできるんだ。ファームウェアとかだと調整できるのは知ってるけど、画面から PID の調整ができるのはちょっと初めて見ましたね。ノズルの加熱を見た感じ、ちょっとあの調整が微妙な感じがあったんで、まあ、ここの PID 調整してもいいかもしれないですね。あとはノズルの材質を変えたりとか、ルビーノズルに変えた時に、まあ、そのままでもいいですけど、ちょっとここをいじってあげると加熱がよりしやすくなるのかなとは思いますね。ほんでフィラメントセンサーですね、これはオンオフが選べます、まあ、使う人はオンにしておいて、まあ、使わない人はオフにしておけばいいと思います。まあ、今回は使ってるんでオンにしておきます。でまあプリンターの情報こんな感じですよみたいなのが見れます。まあ、タッチ感度は結構良さそうですね。あと割と分かりやすい、普通に全然初心者が分かるかは分かんないけど、プリンター使ったことある人なら割と取説見ないでもあこんな感じなんだって分かりそうな気がする。でまあこれはやってもやらなくてもいいんですけど、まあ、ここの買い立てとはいえこの表面が汚れてる場合がありますんで、まあ、こういうペーパーにエタノールだったり、パーツクリーナーをかけてこの表面を一回拭いてあげた方がいいと思います。でまあ使ってて定着がもし悪くなったら同じようにここを拭いてあげてきれいにして、あとはまあ糊を塗ったりとか、まあ、ケープとかを塗ってあげると定着しやすくなると思います。
それではテストデータを準備して印刷していきます。データのスライスができました。純正スライサーはどうせ使わないのでプルーサスライサーを使っています。 G コードやスライス設定は最後に紹介します。作るモデルはこんな感じ。ネットでダウンロードしてきたベンチマークモデルと自分でモデリングしたレベリングテストモデル、クソでかいボルトと同じくクソでかいナット、軟性フィラメント TPU で作る蛇腹のパイプ、このデータたちを付属の SD カードに入れます。それでは SD カードを入れていきます。ほんで画面を操作してデータを選んでスタートをします。ほんでベッドが加熱されてからノズルが加熱されて設定温度になったら印刷が始まります。ほんで印刷中でもいろいろ調整ができて、画面をタッチするとこんな感じにノズル温度だったりファンのオンオフ、 LED で Z 軸の調整とかができます。とりあえず印刷が始まったら1層目の様子を見て、ここで Z 軸の調整をしてあげるといいと思います。それではモデルを見ていきましょう。船はこんな感じ。積層ピッチが 0.2 ミリで1時間59分かかりました。フィラメントの吸湿で糸引きが出てるんですけど、普通に綺麗だと思います。最小積層での船はこんな感じ。積層が 0.1 ミリ、時間が3時間7分かかりました。設定ミスで下の方が潰れています。これは印刷設定で直りそうです。比べるとこんな感じ。レベリングテストはこんな感じ。300ミリ角のフルサイズを使いましたが、
どの線もしっかり定着しています。メッシュベッドレベリングが効いてるのかもしれません。これならモデルをたくさん並べて印刷しても安心かもしれません。ベンチマークモデルはこんな感じ。ベンチマークの結果をバーッと見ていきます。合計は 21.5 点でした。印刷可能なサイズが大きな 3D プリンターは精度が悪くなりがちなんですけど、こいつは結構いい精度だと思います。クソデカネジはこんな感じ。積層は 0.3mm、 5時間30分かかりました。 Z 軸最大サイズの 400mm ですが、かなり綺麗です。スルスル回って楽しいですね。 TPU はこんな感じ。積層は 0.25mm で2時間17分かかりました。しっかり機能しています。ただ吸湿の影響で糸引きが出ているし、透明感がちょっと落ちてます。フィラメントをセットしてすぐはもっと透明だったんですけど、防湿ケースに入れていないので水分を含んで印刷品質が低下しました。個人的にこの機体の微妙なところを紹介します。1点目、モデル冷却ファンの位置が良くない。吸気口が下を向いているため糸引きを巻き込んでいました。改善して位置を変えるか、こまめに清掃した方がいいかもしれません。2個目、スライド部の耐久性。スライド部は樹脂製のローラーが使われています。ゴムは耐久性が高いんですけど削れていきますので、長期間の運用では交換するパーツが多そうですね。3個目、フィラメントの位置。フィラメントが上にあるので揺れやすいし吸湿します。固定パーツを作って防湿ケースを使いたいですね。4個目、 XY 軸方向で印刷品質が違う。構造が違うので仕方がないんですけど、 Y 軸方向の印刷面を見ると若干筋が多い気がします。重いベッドを Y 軸方向に動かしているので、 X 軸と比べて抵抗が多いのが原因かもしれません。印刷設定や変身ボルトの調整で少しは改善するかもしれません。5個目、でかいのにベッドが Y 軸駆動。このプリンターは高さが 400mm まで造形でき、一般的には大きめな機体かと思います。モデルが定着するベッドが Y 軸方向に動くので、細長いモデルを複数配置すると倒れたり揺れて印刷品質が下がる可能性があります。なので高さのあるモデルを並べる場合はヘッドの移動速度を下げて Z ホップを多めに入れた方がいいかもしれません。6個目、開放型。ノズル温度が300度まで上がるので多くのフィラメントを使用できますが、開放型なので保温ができずモデルが反りやすいかと思います。エンプラメインで使いたい方は注意が必要ですね。ただエンクロージャー化はそんなに難しくないかと思います。7、配線の安全性。 LED の圧着端子付近がスリーブから露出していてちょっと危ないなぁと感じました。中を開けたら似たような場所があるかもしれません。それではいい点を紹介していきます。1個目、大きい割に印刷品質がいい。造形範囲が大きな機体は、Z
造形品質が低いことが多いです。ただこの機体はほとんどの人が満足できるレベルで綺麗に印刷できています。ベンチマークの結果的にも寸法精度も悪くないです。ただやはり小さな機体と比べると少しは劣りますね。2. ダイレクト式エクストルーダー。やっぱダイレクト式エクストルーダーはいろんなフィラメントが使いやすいのでいいですね。軟性フィラメントも使いやすくていい感じです。 3. 磁気式 PEI プラットフォーム。磁石で着脱簡単で曲げてモデルを剥がせるのはとても楽です。ただ収縮が大きい ABS などで大きなモデルを作る場合はクリップなどで固定が必要になるかもしれません。ビルド面の PEI パウダーコートはとても耐久性が高いので長時間使い続けられます。ただ僕はマットな質感の PEI シートの方が好きなのでそのうち交換すると思います。 4. 安い。このクオリティと印刷サイズ機能で10万円なら安いですね。300度出せてこの印刷サイズはなかなかないです。 5. メンテ性がいい。ヘッドなど綺麗にモジュール化されていて使いやすそうだと感じました。問題が起きた時に一人で解決しやすそうですね。 6. メッシュベッドレベリング。センサーを使った自動のレベリングがとても楽です。微調整は必要ですが作業頻度が減るのは便利ですね。 7. 剛性が高い。ベースも金属が使われているししっかりトラスも入っているので見た目以上に剛性が高かったです。 8. 水冷オプション。ヘッドパーツの寿命を伸ばす水冷オプションが付けられるのがいい感じです。拡張性があるのは嬉しいですね。はい、今回はクリアリティ CR10 スマートプロで遊んでみました。手持ちのプリンターの中でトップクラスに大きな機体ですが使いやすいし印刷も綺麗でいい感じです。これから防湿ケースを使えるようにしてノズルを交換して PACF 専用機にしたいなぁと思ってます。初心者におすすめできるかと言われるとちょっと微妙なんですけど、エンダー 3S1 Pro の上位互換なので新しいプリンターで大きい機種を検討している人はめっちゃ満足できる気がします。動画ご視聴ありがとうございました。一般人工作室では一般人から逸脱した何これバカなのって思える工作を目指して活動していきます。それではまたね。